暫定政府の精鋭部隊マテリアハンターのユフィ、ジャッジ暴虐のシンナカンパニーより究極マテリア奪取、ウータイの本気を示すため越冬よりやってきた英雄アバランチを強力に感謝する。よろしくね。英雄アバランチいないじゃん。お迎えどこだ。はあ、うん、モーグリ、お、これをたどってこいってこと。さては、あたしを試そうって魂胆。いい度胸じゃん。
お見事です。戦闘データを解析した結果、召喚マテリア、もうすぐ慣れる。この町の包容力はすごいから。え、気になる言い方ナヨ、ミトガルが好きみたい。ぶっ壊しちゃうんでしょ。私たちの敵はシンラカンパニー、ウの衆と一致してるのは3点だけかも。でもさ、ニュースで見たよ、マコールが爆発したって。あれって事故じゃないよね、アバランチがやったんだ。ごめん。どうしたの？あれ、分派の連中。分派って方針の違いで揉めてアバランチを飛び出したの。お疲れ、派手に決めたな。これで5番マコロも、あれ、クラブはぐれちまった。おいおい、クラウド大丈夫だよね。決まってんだろ、あれぐらいのピンチ難なく切り抜けるさ。自慢話一丁追加ってなもんだ。うん、そうだね。それにしてもプレジデントの野郎、俺たちがウータイの手先だ。バカにしやって。アバランチは誰の手先でも。あった、あった。気になる情報がある。ウォールマーケットのドン・コルネオが手下を使ってあんたを探してるらしい。え、コルネオが？こっちはな、シンラを相手にしてるんだ。しょっぱいチンピラなんかほっとけ。ティガ、俺たちはこの後も走り続けるだろ。そのためにも今は休んでくれ。うん。私やっぱり調べてみるね。気をつけろよ。マコールは彼らの仕事よ。もう挨拶したく？いや、やめておこう。あの連中もうシンラにマークされているかもしれない。近づかない方がいい。うん、私もそう思う。このままじゃ売れない。それは知ってる。君たちはよく我々を受け入れたね。この協力体制は未来への架け橋になる、そう判断したの。我々を分派と組ませたら大変なことになる、そういう判断じゃないのかな。この話後にしない？じっくり話して理解し合おうよ。うん、あとにしよう。あとあと。ねえ、究極マテリアってどんなもの？シンラから盗んでどうするつもり？どうするって、マテリアがあれば強いじゃん。究極マテリアだからきっと究極に強いよ。なるほど。楽しみ。補足すると、我々がシンラの拠点に潜り込んで最新の研究成果を奪取すれば、シンラにとっては屈辱的なその事実をもってして、ウータイは侮れないという印象を連中に植え付けることになる。だよね先輩？そうそう。あれ、見ろ。なよね、町のビューティーさん、一攫千金のチャンスだよ。応募資格はそのルックス。いや、あなたが持つ美貌で稼いでみませんか？ほら、すごいすんの。子供はあっち向いてて。はい、こんな野菜でねっと。ウォールマーケットの豪邸で悠々自適な暮らしが。もしかしてコルネオのお嫁さん探し？あなたは何？推薦人？あ、
おっと話が早い。俺は推薦人の助手。仲良くしといて損はない。何するの、話しなさい。悪いよね。子供舐めるな。アンド私は子供じゃない。それに私だってビューティーだ。まずいことになったぞ、ビューティーガール。お望み通り、子供扱いはおしまいだ。意外と頑張るな。この影を舐められたら終わりよ。兄貴、兄貴、とんでもないビューティーを確保しました。本当か。こう、こう、そんでもって、こうよ。姉ちゃんたち、ごめんな。俺、妥協しすぎだったわ。行くぞ。アメユ。我々も合流する。3番がメインピラー整備場付近で例の男を確保。俺たちも向かうぞ。メインピラー整備場？そんな奥まで入り込まれたか。まったくだ、行くぞ。あ、つけよう。ちょっと待て先輩。貴様。今度こそ慎重に、無用な戦いは避けたい。わかってるって。抜き足、差し足、忍び足。
接触した社員の名を言え。はい、確かハイデッカ。ふざけるな。もう一度聞くぞ。分かった、ちゃんと答える。ルーファウスだ。なるほど。北条だったかも。へえ、意外とやるね、ジージェ。行きますか、先輩。もちろん。俺が敵を引きつける。その隙に先輩はジージェを。陽動作戦だね、いいじゃん。でも目立つのはこの私。おい、そこの悪党ども。なんだ、誰だ。聞いてくれました。ある時は美少女忍者、ある時は凄腕マテリアハンター。果たしてその正体は。さあ一度注目。この私こそが海に咲く一輪の花、ユーピーちゃんだよ。おお、ただのガキだ、気にするな。ああ誰がガキだ。先輩、派手にやりすぎ。なんだ貴様ら。ウータイ、敵と遭遇、応援を要請する。やばい。
こんな本気見せてあげる。
は止める。忍びの底力だな。うん、ありがとう、助かった。お、わっ、どんなもんだ。早速だけど、これ忍びルの中で使う社員用の ID カードだ。これを使って地下に行ってくれ。地下には兵器開発部門のラボがあって、その中にマテリア研究フロアがある。究極マテリアがあるとすれば、そのどこかだろう。分かった。さあ、急いだ方がいい。シンラが何か大きな作戦を実行に移すらしい。7番街を破壊し尽くすなんて噂もある。なんであれ巻き込まれないように、急いだ方がいい。うん、俺は仲間に知らせに行く。成功を祈る。また会おう。今度は俺がおごるよ。ブータイ流の乾杯を教えてやる。いいね。お、うん、あ、7番街の噂、ルーパにも伝えてね。了解。さあ先輩、スラムに長いは無用らしい。準備を整えたら駅へ行こう。おっしゃー。